骨折 .com です。今日はですね、私のエピソードを少し紹介させていただければと思います。私は小学生から大学生時代までずっとサッカーをしておりました。そしてですね、大学生の頃、まあ大事な試合を目前に足首を派手にひねってしまいまして、まあくるぶしをパキッと骨折してしまったわけです。まあそのおかげで、まあ大事な試合には出れず引退を迎えるという悲しい結末になったわけですが、まあちょっとこういう感じで大事な試合が控えているのに骨折してしまった、そういう窮地に立たされている方も多くいらっしゃるのではないでしょうかと。じゃあまあそういった時に無理を押して試合に出てもいいのか、はたまたお医者さんの言うことを聞いて治るまで待って後悔するのか、まあ、ちょっと究極の選択的なことになっていると思いますけど、その辺も踏まえましてうちの代表清水に聞いてみましょう。それではどうぞ。ぶっちゃけ骨が折れても試合に出ちゃうような人っているんですか？まあ、あれですけど、確かにいるのはいるんです。骨折れても出ちゃう人は出ちゃいますね。おお、はい。まあ、お医者さんに安静にしてなさいって言われててもっていうことですよね。そうなんですよ。安静にしろって言うんだけど、やっぱり何年でもやっぱり大事な試合とか、もう最後の試合とかになると、もうあとどうなってもいいと、そういう人は出ちゃう人出ちゃいますね。もちろん絶対的に出れないものもありますけど、はいはい、指先の方とか、はい、足の小指とか、そこら辺の骨折だったら出ちゃう人は出ちゃいますね。場所によってはいけなくはないと。そういうことになりますね。まあそういう選手の判断について、うん、清水さん的にはどうお考えなんですか？結構難しい質問ですけど、まあ、基本はね、そのお客さんとか選手の意向を第一に尊重してあげたいなと。なるほどね。はい。まあ、僕もね、結構昭和の生まれなんで、まあ、結構スポーコン系なんで、今言ったらモラハラとかパワハラとか言っちゃうかもしれないですけど、やっぱりね、大切な試合とか大会とかあると思うんで、そこにかける思いっていうのはね、やっぱり尊重してあげたいなと。そうですよね、はい、一度きりですからね。そうね、うん、まあなんか実際にそういう感じで骨折しながらもプレーしちゃったみたいな選手とか過去にいたんですか？はい、いました。おお、はいはいはい。福井のね、高校にだったかね、福井の高校でサッカーやってる方で、はいはいはい、実はその方は骨折しながら高校サッカーの選手権、お正月にやる選手権に出てたんですよ。わお。で、大会が終わって、で、その後の精密検査をしたら折れてると。わー、骨折れてるのにやっちゃってたんですよ。あー、はいはいはい。なかなか痛みが取れないっていうんで、なんとかしたいっていうんでご連絡いただいて、治療をしながら、その間は少し休みながらやってたんですけど、でも結局その方はね、骨戻らなかったです。こちらが実際のレントゲン写真。水色で囲った箇所が小指の先端の骨です。真ん中をご注目ください。こんなに隙間が空いちゃっています。これが骨折。こんな状態でサッカーしたなんて信じられない。あ、くっつかなかった。くっつかなかった。あ、はい、でも痛みさえ取れれば、はい、もうそれは目的達成ですというパターンもあるんで、まあ、骨つかなくても、まあ、平気っちゃ平気なものもあるんですよね。なるほど、うんうん。じゃあまあ無理を押して骨折しながら、まあ競技に復帰するっていうのもまあできなくはないと。そうですね。うーん、だから必ず絶対つかなきゃいけないっていうわけじゃないんで、結構皆さんね、はい、つかなしちゃいけないとかついてないとすごい心配になっちゃうんですけど、場所とかによってはね、つけなくてもいいものもあるんで、そこら辺はね、もう心配しすぎることないのかなって感じですね。じゃあ副作用とかリスクをまあ承知の上でっていう判断になるわけですよね。そうですね。作用とかになると、まあ、ちょっと冬場とか、うん、なんか使いすぎたりとか、うんうん、まあ、サッカー選手とかだとボールが当たったりとか、またちょっと踏まれたりとかすると、また痛みが出てきたり、また炎症がね出てきたりするっていう、まあ、リスクは確かにあるんですけどね、うんうん、それの理解して承知の上でやるんだったらいいと思いますよ。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、大変参考になりました。そうです、これ参考にしてもらえばと思います。いかがでしたでしょうか。ご覧いただいた通り、骨がついていなくてもプレーできる場合があります。骨がついていなくても、こちらの超音波治療器を使うことによって痛みを極力抑えながらプレーすることが可能となっております。私たちは骨折のプロです。今まで数多くの骨折した方とご相談に乗ってきました。不運にも大切な時期に骨折しまったそこのあなた、試合に出ようか諦めようか迷っていると思います。
そんなあなたもお気軽にご相談ください。適切なアドバイスが可能だと思います。こちらの動画が少しでもためになったと思う方はいいね、またはチャンネル登録をお願いいたします。それでは今日はこれで以上になります。 See you!